こんにちは、モカです。今回は前回の動画で作ったイヤリングと同じ作り方のネックレスとバッグチャームを作ります。中に入れる透明の半球は前回作った時に大きくて使えなかったものを使うので、ハートの型も前のより少し大きいのを使います。材料には半球モールドも出ていますが、半球は前回の動画で作ったので今回の動画では使っていません。ダイソーのカラーレジンクリアブルーをモールドの半分ぐらいまで入れます。ブルーの方にはミラーネイルパウダーのブルーを入れます。半球を入れます。私はここで入れましたが、これは一つだけ作る場合の手順です。いくつかいっぺんに作る場合には色を先に全部作っちゃってから半球を全部にポンポンポンって入れていった方が効率的だと思います。もう一つのハートにカラーレジンのクリアセピアを半分ぐらいまで入れます。セピアの方にはミラーネイルパウダーのゴールドを入れます。セピアの方にも半球を入れます。細かい半球も全部入れてしまいました。半球を入れ終わったら両方ともモールドいっぱいまでカラーレジンを入れます。気泡を抜いておきます。半球の位置を整えます。キューピンを切ったものをセッティングします。これで硬化します。もう一度レジンを広げて硬化します。セピアの方はなくなってしまったので透明レジンでやりました。硬化します。硬化が終わった後モールドから外して透明レジンで裏と表のコーティングは終わっています。セピアの方にボールチェーンをつけてバッグチャームにしました。ブルーの方にネックレスチェーンをつけてネックレスにしました。はい、透明の半球を封入したネックレスとバッグチャームができました。今回は半球の大きさもちょうど良かったので水玉が2つ見えるようにできました。で、細かい泡とミラーネイルパウダーが集まって固まっちゃった部分があるんですけど、それ以外はうまくできたんじゃないかなと思います。細かい半球は色は見えないんですけど、入れておくと光の角度によってその入れてあるところだけ色が薄くなったりして表情が出るので、たくさん今回は入れちゃいました。はい、では今日はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。